はい、レトスの小野ですここ数日お送りしてきた4回の動画を見て来年合格するためにやるべきこと分かりましたでしょうかまだご覧になっていないというのであればぜひご確認ください4つの動画っていうのは計画を立てる3つの理由具体的な計画の立て方 勉強時間の作り方、宅見合格するための具体的な勉強法。この4つの動画ですねえ。まだご覧いただいてないという方は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。単にわかるだけではなくて、できる、続ける。これが重要なんですね。やはり理解学習が分かった上で、それをできるようにして、また続ける。ここまでやらないとなかなか合格することってできないんですね。 もし1人で続けることができないというのであれば私と一緒に、えー、理解学習やりませんか今からであれば来年合格していただく自信ありますので一緒に勉強して来年絶対合格しましょう個別指導のお申し込みについてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらから是非ご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます不法行為に基づく損害賠償債務は 不法行為の成立と同時に履行地帯となる。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答え、丸ですね。不法行為に基づく損害賠償債務っていうのは、不法行為の成立と同時に履行地帯となります。これ、さらっと読むと分かりづらくないですかこの文章っていうのは、さらっと読むと分かりづらいんですね。でこれは具体例を出すと非常に簡単に理解できます。 例えば、あなたが事故などで怪我をして入院した場合をイメージしてください。あなたは被害者で、まあ、別途加害者がいるということですね。えー、あなたは入院費をすぐにでも払ってくれって思いませんかすぐにでも相手方に損害賠償請求したいですよね。加害者に対して損害賠償請求したい。ここで履行地帯の発生時期っていうのは、加害者が被害者から避難されるべき時ですよね。 まあこれはえ昨日の動画とかでもお伝えしていると思いますつまり被害者であるあなたから避難されるべき時ここから履行地帯となるわけですよつまり事故が発生した時からすぐにでも損害賠償請求したいということは事故が発生した時から加害者は避難されるべきなんですよねつまり事故が発生した時から履行地帯になりますよということなんですね で、言い換えると、事故が発生した時っていうのは、不法行為が成立した時なんで、この時期から離婚地帯になるということです。これは被害者救済のためのルールなんですね。まあ、イメージできれば忘れにくくなりますし、試験前に勉強したのに覚えられていないとならずに済むんですね。無駄な勉強したくないという方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。もう多くの方がもう無駄な勉強をしてるんですよね。無駄な勉強っていうのは、この部分をそのまま覚えるっていう方です。 つまり丸暗記学習ですね。不法行為の成立と同時に履行地帯となる。もうこれ丸暗記の方っていうのはやはりもう無駄な学習ですね。そういった方っていうのは他の部分も丸暗記しちゃうんですよ。そうなってくるとこの部分大体忘れます。1ヶ月後、2ヶ月後忘れちゃいます。で、一方で、ここの具体例を頭に入れて理解をしている方っていうのは、忘れたとしても、この問題文から具体例を自分自身で考えて答えを導くっていうことができるんですね。 つまり、正解できるんですよ。忘れていても、この問題正解することができるんですよ。これが理解学習であり、有益な勉強法なんですよね。このような勉強をしたいという方は、ぜひ個別指導で一緒に勉強していきましょう。では、問い2です。宅建業者 A 社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができない、丸かツかという問題です。で、答えは丸ですね。 不正手段により免許を取得した場合、業務停止処分自由に該当し、上場が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合、この3つのいずれかの理由によって免許を取り消された場合は、その取り消しの日から5年、これを経過していないと免許を受けることができないんですね。従って、免許取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができないというのは丸になるということです。まあ、基本中の基本の問題ですね。 これは解けると思うんですけれども、似たような問題で注意すべき問題があります。引っかけ問題として出題される部分で、受験生もよく勘違いしている部分なんですねで。この点は少し話が長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。個別指導の受講者さんは、受講者専用のメールマガの方、ご確認いただければ載っていますので、そちらからご確認ください。で、問いさですね。 仮勘地となるべき土地について、質権や定当権を有するものがあるときは、これらのものに仮勘地の位置、及び地積並びに仮勘地の指定の効力の発生日を通知しなければならない、丸かツかという問題ですえ。答えは通知不要ですね。定当権者には仮勘地の概要を通知する必要ありません。で、これなぜかっていうと、そもそも定当権者って、所有者だったり、死刑者のように、 仮勘地を使用するってことはないんですよね。所有者とか七軒者っていうのは仮勘地の指定を受けたら仮勘地を使用するんですよ。でも低当権者は所有者とか七軒者とは違って仮勘地を使用しないんですね。まあ、収益っていうのはもうこれ賃貸するってことなんですけども、まあ所有者とか七軒者っていうのは仮勘地を使用することもできるし賃貸することもできるんですが、低当権者は使用収益する権利ないんですよ。 つまり仮勘地を使うことはありませんので、低等権者に仮勘地について伝えても意味がないんですよね。したがって通知は不要だということになります。これも理解していただければ、あ当然だなと思いますよね。だから別に覚える必要ないんですよ。もう理解していただいたら答え導けますので、このような勉強をぜひ行っていただければと思います。は、ま、じ、あ、めにもお伝えした通り、4つの動画ですね。 この4つの動画については、動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、まだ見ていない方、また、一度見たけれども、もう一度確認したいという方は、ぜひですね、ご確認いただければと思います。まあ、結論から言うと、この3つができて、これを続けることができれば、合格することは可能なので、ぜひですね、これを実践していただければと思います。で、これを続けることができないというのであれば、ぜひ一緒に個別指導で勉強していきましょう。今からであれば、来年あなたに合格していただく自信ありますので、お待ちしております。 レトスの小野でした。